はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパタラです。 LINE スタンプ絶賛好評発売中なので、ぜひよかったらチェックしてみてください。というわけで今回なんですけども、大型アップデートまでみんなは一体何で稼いでいるのかということで、この YouTube のチャンネルの中でコミュニティというね、欄があります。ここでちょっとねアンケート1時間ぐらい前にやってみたんですけど、大体1000件ぐらい投票あるんですけど、ここで、投票結果このように現時点でこうなってます。みんなは大型アップデートに向けて何で稼いでるのかっていうことで、ダントツ1位がカジノ強盗、ドゥームズデー強盗ミッションっていうね、まあグリッチを使ってないものですね。これが多いと。まあこれ基本的に1人ではできません。2人からっていう感じで、まあカジノ強盗とドゥームズデーが圧倒的っていうことで、これどんなものかもね、後で見せていきます。で、放置ジョブもね、なかなか人気あります。じゃあ、このコメントの方ですね、みんなのコメントもちょっと参考にしたいと思います。これはドゥームズデイのことですね。ボブダン集会が一番まあいいかなと。また、ボスジョブ、クラージョブ、これクライアントのジョブ、またはねコンタクトミッション、要するに普通のミッションですね。あとはナイトクラブの売却とかですね、こういうのもいいよと。まあこれ一人向けのやつですね。で、中には何もやっていないと。はい、というわけでまだ他にもあります。未だに信号機の修復でガッチリ稼いでいます。っていうわけで、これどうなに、何これっていうのはね、教えてって言われてますけど、これどういうことなんでしょうかね。まあ信号機をねなぎ倒してるっていうだけでしょう。はい、それ以外にもね、GCTF 稼いないですねってあるんですけど、これ GCTF っていうのは車両をもらうグリッチですね。要するに売却できる車両をもらってちょこちょこ売るって感じです。一気に売っちゃうとね制限かかります。またやはりね、ボスジョブ、クラージョブ、これボスのね、CEO のジョブとかクライアントのジョブってことですね。またこれもそうですね、クライアントのジョブ、ボスジョブ、CEO の、まあ招待限定セッションとかでボスジョブをやるとか、招待限定セッションでテラバイトの中に入り、クライアントのジョブとかっていうのもありますね。またカジノ強盗、またカジノ強盗、そしてまたまたカジノ強盗と、まあ、カジノ強盗とドゥームズデイの多分ね、ボグダンフィナーレっていうのがかなりね、多いと思います。で、一人向けにはやはりボスジョブ、クライアントのジョブっていう感じになってますね。また、コメントの中にはカジノ強盗とか以外でも、調達ですね、要するにね、CEO のね調達だとかね、いろんな車両の売却とかね、いろいろありますね。あと地下基地のやつとかですね、重機密造とか、まあそういったものもちょこちょこやってると稼げるんだよと。また、結構ねこれ楽なやつかな、放置ジョブプラスナイトクラブ。これどういうことかというと、どっちも放置ですね。放置ジョブでずっと歩くっていうのもありだし、ナイトクラブとかで、そのね調達したものとかそういったものもね、まあ放置させて、売却をする、公開ソロセッションで売るっていう感じですね。また、チャンネルの中で再生リスト、この中でね現時点でできる、今へできるお金稼ぎ一覧とあります。この中に今あったアンケートの上位のやり方っていうのがあります。例えば一番上だと、ソロの車両複製です。しかしこれできる人とできない人結構分かれます。ネットワークの環境のね、よってとかね、結構あると思います。で、放置ジョブ。これは非グリッチで、まあずっとね、ジョブをね、つけっぱなしにしてずっと歩き続けると、まあ安定してまあまあ稼げるかなと、ランクも上がりますよっていう感じです。そしてこれが、GCTF と呼ばれる車両をもらうグリッチで、一シルトロカスタムなどをもらえば、本当にね、超短い時間45秒で1台180万ぐらいの車両をもらうことができると。売却だけは、急いでやらないようにしてください。必ず間隔かけないと制限かかるようになってます。また、カジノで稼ぐ方法についてはこちらの動画ですね。まあそれ以外にやっぱりね、目立つところですね、ボグダンフィナーレ、これは2人1組のセットであります。ドゥームズデー強盗の確か2幕だったと思います。2番目の、強盗ミッションなんですけれども、この、攻略法がめちゃくちゃ簡単なんですね。2人1組でだいたい25分ぐらいでねクリアできると思うんですけど、1人がほとんど何もしないと、で1人がちょっと戦うだけみたいな感じで、お互いホストをして交互にやる。そしてホストした人が、まあ報酬はもらわずに相手に100万ぐらい開けて、その骨ループさせるってことですね。クリアをするんですけれども、相方だけクリアしてホストの人はクリアをしないと、ネットワークを切るとかアプリをいきなり切るとかして、何度も何度もフィナーレを繰り返すという方法になります。ざっくりねちょっと映像を見せていきますね。
まあ、こういう感じで、本当に、ね、海の方でちょこっと戦うだけなんですけれども、報酬をね、ホストの方はもらわない、基本もらわないようにします。まあもらえないですね、クリアをしないので。で、相手にたくさんあげるようにします。この状態で相手は100万をもらうことができます。なので交互にホストをするといいということですね。で、これを開始したら本当に簡単です。海の上でずっと待機をするような人、それから、潜水艦の中に入ってちょっと戦う人っていう役割を分けて、あとはアベンジャーをロスサントス空港に届ける、届けた瞬間にホストだけアプリを切るとかネットワークを切るとかってして、ループフィナーレを何度も何度もできるようにしてしまうという方法です。なので2人1組でやってホストじゃない方が稼ぎまくると、それを交互にやるっていうことですね。まあこれが25分にだいたい100万ドル、まあね、グリッチっていうほどではないと思いますので、結構やってる人多いと思います。また放置ジョブに関しては、パパテラ7コミュニティっていうのがあります。これ放置ジョブ専用のコミュニティで3万ちょっとぐらいいると思うんですけど、ここにコミュニティウォールっていうのがあります。ここにね、書き込むんですね。例えばね、放置ジョブやりたいですとか、一緒に誰かやりませんかとかってね、丁寧な言葉で書き込んでみてください。そうすることで相手をね見つけて、合流できたりとか、パートナーを見つけることができます。また開始する場合はね、パッシブモードを有効にするだとか、あとは、開始したらコントローラーの固定ですね。よくね、この映像出てくると思うんですけど、輪ゴムでね、左のスティックを12時方向、12時または半ぐらいのね、短い針でいうところですね。これに設定して、ずーっと放置させると、だいたい夜のね、11時、12時ぐらいからスタートして、まあ次の日のね、学校が終わるとか、お仕事が終わるとかっていうぐらいには、だいたい100万ぐらいね、エラーとかしない限り、稼げるかなっていう方法になってますので、よかったら参考にしてみてください。このチャンネルではコミュニティということを使って、まあ、このようにね、アンケートを取ったりとか、まあ、またはね、すぐにお知らせしたいようなことをね、ここに書いたりするときがあります。また、本当気まぐれですけれども、パパテラの、PPTR ブランドというね、PSID の、フレンドさんであれば、放置ジョブをたまにお手伝いしますよ、みたいなこともね、書いたりするときがあるので、よかったらチェックしてみてください。今できるお金稼ぎは再生リストにまとまっているので、そちらの方を参考に、またみんなのアンケートを参考にしてみてください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Because they